懐かしい。これってお子様ランチだね。残念でした。これはお子様ランチじゃなくて猫様ランチっていうの。猫様ランチ、あ、そっか、だからチキンライスが猫さんの顔になってるんだね。そうそう、これなら間違えることはないですしよ。そうだね、でも懐かしいな。これちょっとだけ味見していい？別、そ、それはないけど。うん、やっぱりどんな味なのか気になるし、久しぶりに食べてみたいかなって。そ、そうなんだ。まあそういうことなら私は止めないけど。やったわ。それじゃまずはチキンライスから。どうかな、さすがに少し心配しすぎだと思うよ。こんなに可愛いお子様ランチなんだから変なものは入ってないはずだよ。まあ確かに変なものは入ってないから問題はないはずだよね。だからそんなに心配することないよ。それじゃ今度こそいただきまいちっす。あいちんつむつ。うん、この味だよ。ちょっと薄味のチキンライス懐かしいな。まあそれは普通のお子様ランチについてるチキンライスをそのまま作ってあるからね。そうなんだ。でもよく見るとちょっと普通のお子様ランチとは違う感じがするかも。普通はハンバーグとかが乗ってるはずなのに、これにはお魚とサラダが。あれ、このサラダに入ってるハッタって見たことないかも。だろうね。普通は粉になってる状態のしか見ることはなさそうだし。それはマタタビの葉だよ。マタタビって、え、マタタビって人が食べても大丈夫なの？知らないけど、猫様ランチなんだから猫が好きなものを入れないと意味がないでしょ。ちょっと待って、あれ、これって猫がトレイチドマークのお子様ランチって意味なんじゃ？違う違う、猫が食べるお子様ランチだから猫様ランチっていうの。店の裏口に来る猫たちのために作ったものだよ。なるほど、イオンもデルタやキャスト一緒で勘違いしちゃってたみたいだね。うん、猫さんたちにごめんなさいって言ってこないと。まあ魚とマタタビが残ってるならあの子たちも喜ぶと思うよ。